お元気ですか？僕趣味です。今回は 2023NPB プロ野球カード開封動画後編の8パックでございます。一つね、お詫びがございます。中編の方でね、急にね、カメラのピントボケが合わなくて、ボケてしまったことをね、深くお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。で、改めてですね、後編の8パックやっていきたいと思います。前編中編の方でね、直筆カード出なかったのでね、後編の方でね、期待はね、大でございます。それではやっていきたいと思います。まずは後編の一袋目でございます。で、中日の山浅捕手でございます。で、広島の、矢崎、投手でございます。で、巨人の、これ、船馬様、投手でございます。で、阪神の坂本捕手でございます。で、横浜の牧内野手でございます。で、ヤクルトの奥川投手でございます。で、中日の、これ、メルセデス投手でございます。ロッテですね。で、日本ハムの山田内野手でございます。で、楽天の辛島投手でございます。で、西武の某高橋投手でございます。で、オリックスのこれ阿部投手でございます。ソフトバンクの松本投手でございます。2袋目でございます。中日の高橋投手でございます。広島の内田内野手でございます。巨人のオコエ外野手でございます。で、阪神の、これはカイル・ケラー投手でございます。で、ヤクルトの高津監督でございます。で、横浜の、こちら、楠本外野手でございます。ロッテの小川内野手でございます。これは、日本ハムの宇佐美捕手なんですが、現在はトレードで中日に移籍しております。西武の、宮川、投手でございます。楽天の岸投手でございます。オリックスの、小木田投手でございます。ソフトバンクの藤井投手でございます。3袋目でございます。で、中日の松葉投手でございます。広島の野村投手でございます。阪神のノイジー外野手でございます。横浜の平田投手でございます。ヤクルトのこれ久保投手でございます。ヤクルトの田中投手でございます。で、日本ハムの斉藤投手でございます。巨人の赤星投手でございます。西武の、エンス投手でございます。楽天の、バニュエロス投手でございます。オリックスの、これは黒木投手でございます。で、ソフトバンクの柳田外野手でございます。4袋目でございます。中日の高橋内野手でございます。
広島の久保外野手でございます。巨人の鍵谷投手でございます。元日ハムでございます。阪神の大竹投手でございます。横浜の戸柱捕手でございます。ヤクルトの北村内野手でございます。ロッテの元前投手でございます。日ハムの万波外野手でございます。でこちら、西武ライオンズのベイトン外野手のこれ木田でございます。で西武の鈴木、外野手でございます。楽天の孫チャーホー投手でございます。でオリックスの、田島投手でございます。5袋目でございます。中日の、アルモッテ外野手でございます。広島のアンダーソン投手でございます。巨人の今村投手でございます。阪神の中野内野手でございます。横浜の海老名外野手でございます。ヤクルトの清水投手でございます。ロッテのポランコ外野手でございます。日本ハムの宮内投手でございます。西武の昼間外野手でございます。楽天のこれは宮森投手でございます。でオリックスの、ワゲスパック投手でございます。で、OB ですね、ソフトバンクの、摂津たらし投手でございます。6袋目でございます。はい、失礼しました。中日の藤島健人投手でございます。広島の相澤翼捕手でございます。巨人の、これは戸郷投手でございます。で阪神の渡辺これ投手でございます。横浜の森下投手でございます。これ広ヤクルトの丸山外野手でございます。ロッテの増田直也投手でございます。で、これ日本ハムの上原健太投手でございます。でソフトバンクの今宮内野手のキラーでございます。でまたこれ OB ですよね、西武ライオンズの辻内野手でございます。これ前監督だと思われます。はい、で間違ったらごめんなさい。で楽天の島内外野手でございます。で、ソフトバンクの峰井捕手でございます。7袋目でございます。中日のマルチネス投手でございます。広島の栗林投手でございます。巨人の長野外野手でございます。阪神の近本外野手でございます。横浜の東投手でございます。でヤクルトの山崎外野手でございます。ロッテの小島和也投手でございます。で、日本ハムの玉井投手でございます。西武の佐藤投手でございます。で楽天の渡辺投手でございます。でソフトバンクの中村外野手でございます。でオリックスの宮城投手でございます。で最後の8袋目開けたいと思います。
中日の岩瀬投手でございます。広島の中崎投手でございます。巨人の吉川内野手でございます。で、阪神の戸井内野手でございます。でヤクルトの坂本投手でございます。でロッテの岡外野手でございます。で日ハムの江越外野手でございます。で、ヤクルトの清水昇投手でございます。で西武の古川外野手でございます。で西武、楽天の石橋投手でございます。でオリックスの宗、内野手でございまして、最後はソフトバンクの葉山投手でございます。はい、以上で2023プロ野球カード回収動画終わりたいと思います。すいません、直筆サインカードね、出ませんでしたが、前編で、たった1枚限定のねカードが、出ましたね、のでね、まあそれはいいと思います。本当はね直筆サインカードをね出したかったんですけどね、こればかりは仕方ありませんのでね、ご了承ください。またね、別の、BBM のボックスも買いましたのでね、それもね届き次第また、開封動画としてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。